ちょうど1年前のことですが、アイスランドで65歳の誕生日を迎えた日に特別な、プレゼントをいただきましたのは、この、本当にワイルドの中で出会って、監督さんに「お前馬たちに歌歌えよ」って言われて、そのワイルドホースですね、アイスランドの馬の後ろにちょっと見えるのね。でもこの子だけがやってきてね、チューをしてくれたんだね。いや、本当に素晴らしかった。いやいやいや、やっぱり裸足でいるということはね、アイスランドでいろいろ本当にすごい気づきを与えてくれましたね。ただ健康になるだけの話じゃないんですよ。ですので、ぜひね、まだ日本で1回しか上映しておりません、この Why on Earth という映画の上映会にいらっしゃってください。情報はここにあります。ぜひ、アイスランドの馬は世界の他の馬と違ってですね、なんかね、普通の馬は5つの動き方があるんですよね。歩く、トロッティングする、ギャロップまでとかさ、5つに分けてあるんですが、アイスランドの馬だけが6つなんですね。もう一つの動きが取れるということで、多分このとても厳しい環境に合うための、進化の一つの結果かもしれませんね。とにかく素晴らしいですね、アイスランドの馬。ではでは、お待ちします。エハンデラビーでございました。